おはようございます。速稼塾の久保です。いやもうすぐ10月ですね。10月になるとね、かなり憂鬱なことが起きるんですよ。そうですよね、消費税の増税ですよね。消費税が上がるだけでもめんどくさいのに、なんか 8% に据え置きってものも入ってきて、軽減税率ね、ややこしくなって作業が多くなっちゃって、もう厄介ですよね。こんなに作業が多いんだったら、もういっそのことね、 10% にもう自主的に一律にしようかなっていう考えで始める企業もあるそうです。厄介ですよね。きっとこういうふうな根負けを狙って 8%、10% 分けてんじゃないかなというふうな悪意まで感じるんですけども、さあ皆さんね、消費税 10% になったらいいことは何もないですよ。なぜなら1000円の商品買うときに100円の罰金を取られるわけですから、ひどい話ですよね。だって消費を喚起して商品が売れるようになった方がいいはずなんですよ。多くの方が自分の商売がうまくいった方がいいわけですよね。経済成長っていうのは商品が売れて商品を買う人がいる、この組み合わせが増えていくってことなのに、商品を買ったら罰金ですよって言ったら買う人が少なくなるわけですよ。買う人が少なくなれば販売する方も在庫が余っちゃうと大変なんで、あまり売らなくなりますよね。というふうに経済は鈍化するわけなんですよ。ものすごく底辺に行きます。まあこういったことでね、1割ぐらい 10% ぐらい、なんかあらゆるものがね、搾取されるんじゃないかなと、ダメージを受けてもう知名度になるんじゃないかなと思いますよね。まあ、困ったもんですよね。でも我々が選んだ結果はこれですからね。誰かのせいではなくて、私たちは消費税が 10% になったりとか、悪性を、まあ、安倍政権が引くことを批判する、そういうところもありますけども、結局は我々が被害者面できないところがあります。それはですね、選挙権もないような子どもたちがこの消費税 10% 社会保障費削減という世の中に突っ込まれていくってことなんですよ。私たちは今からね、若い人たちに謝らなければならないと思いますよね。なんとかこの 10% 消費税だけでも廃止していく方向に向けていかなくてはなりませんけども、消費税 10% 消費税なんて廃止無理だよっていう人がいる限りは無理でしょうね。だからこういう人をまず駆逐していかないといけないと思うんですよ。まあ知ったかぶりにね、いろいろと話されるのは全然構わないんですけども、こうなった方がいいなっていう人の考えを潰す権利っていうのは誰にもないわけですよ。こうなった方がいいんだけどなっていうふうに希望を持った方とかね、こう何か自分の理想とか目的を持った方を、そんなのは無理だよっていうふうにね、大人ぶって潰すっていう人は有害でしかないんですよ。無理だと思うんだったら、それは自分で勝手に無理だと思っておけばいいわけなんですよね。これがだから足引っ張りの原理なんですよ。何かやろうかなって言った人の出鼻をくじくとか、その人の足を引っ張るとかね、私はまだ今でもね、消費税っていうのは廃止できるんじゃないかなと思ってます。で逆にですね、消費税が廃止されないんだったら、私は法人ってものをどんどん作っていけば、消費税の回収から逃れる方法は見つかるんではないかなと思ってるんですよね。なぜなら消費税が上がった分、法人税が安くなっているからなんですよ。本日の放送は以上です。皆さんにも新しい気づきを。